大谷翔平選手が15月11日に突如として公式発表を行い、本物のポルシェを送るという驚くべき行動で米国中を震撼させた。この予想外のニュースに、ロバーツ監督は衝撃を隠せず、多くのファンや関係者も困惑と驚きに包まれた。この大胆な決断の背景には、何があったのかをめぐって議論が続いているニュースの詳細。マッカラーコーチがマイアミ。 マーリンズの新監督に就任インタビューで、大谷翔平選手について語り出すと止まりません。そんなマッカラーコーチへ、大谷選手からサプライズプレゼントが、そしてロバーツ監督は、ポルシェを待っているエミー、ぜひ最後までお楽しみください。打撃の優れた選手に贈られるシルバースラッガー賞受賞者が発表され、な。リーグの DH 部門で大谷翔平選手が、2年連続3度目の受賞。 ドジャースからは大谷選手の他にも、ムーキー、レッツ選手が7度目、テオスカ、ヘルナンデス選手が3度目の受賞と、ドジャースから3選手が選出されたのは史上初となり、この期間ならではのニュースが駆け巡る中、ドジャースにとって大きなニュースが舞い込んでいました。ドジャースの一塁コーチを務めたクレイトン、マッカラー氏がマイアミ、マーリンズの新監督に就任すると発表されたのです。そして、 そんなコーチの門出を惜しみつつも、大谷翔平選手やチームメイトたちが、それぞれに祝いました。長年の低迷から抜け出そうとするマーリンズにとって、マッカラー氏の起用は、再建のようとなります。マーリンズは昨季のリーグ最優秀監督に輝いたスキップ、シュー・マッカー監督が退任。マッカラーコーチは、実はかねてから監督候補に上がっていました。マッカラー氏の就任が注目を集める理由は、 その指導歴にあります。彼は以前にブルージェイズ参加で監督を務めており、若手選手の育成においても数々の成果を上げています。指導者としての豊富な経験が低迷するマーリンズにとって大きな魅力なのです。ドジャースでは4シーズンにわたり一塁コーチとして活躍しました。一塁コーチャーはホームゲームで対戦チーム側ベンチの正面に立ちます。そのため、 相手チームの監督や主力センスと目が合うこともあり、出塁した選手に耳打ちしたりするのは、そちらの手の内はお見通しなんだよ、と、審議戦を仕掛ける意味もあると言います。MLB では攻撃のサインはベンチから出されることの方が多いのですが、相手ベンチの真正面に立つ一塁コーチャーもキーマンになるようです。そんなキーマンとして、マッカラーコーチの名を広く知らしめたのが、何と言っても、 大谷翔平選手との特別な関係ですね。マッカラーコーチは、大谷翔平選手のように、いけると思ったら盗塁してもよい、と指示されている選手、あるいは単独スチールのサインが出る可能性のあるスピードプレイー,ーにも、同様に話しかけているのですが、そんなマッカラーコーチの助言について、相手も動いているので判断しにくい、せっかくの助言だけど、試合で生かしきれていない、と、 こぼす選手も少なくない状況だったのです。というのも、メジャーリーグでも、盗塁は攻撃面における重要な作戦の一つのはずですが、そのタイトル争いの常連は、脚力が尋常ではない桁外れに足の速い選手ばかりなため、そうでない選手たちはチャレンジに熱心でない状況でした。しかし、そんな中、ドジャースに入団した大谷翔平選手は違いました。大谷翔平選手は、 日本ハム時代に相手投手の癖を見抜く映像チェックを経験しています。NPB のように相手投手の癖や特徴を巧みに見抜くマッカラーコーチのスタイルは、大谷選手に合っていたのでしょう。コーチに質問するだけでなく、自身から提案をしているのは大谷翔平選手だけだと、入団初年度から有名になりました。二人のやりとりは開幕当初から見られました。雰囲気はとても良かったと思います。と、 現地記者は言います。シーズン序盤、解放されたクラブハウスで、大谷翔平センスとマッカラーコーチが話し込むシーンを、多くの米メディアが目の当たりにしているのです。両者は強い信頼関係で結ばれていました。試合前のクラブハウスに行くと、マッカラーコーチがパソコンを睨んでいて、対戦相手の投手の映像を何度も繰り返し、見ているんです。そこで気づいた点をメモに取り、 大谷のところに行って、パソコンで映像を見せながらいろいろと繰り返し熱心に説明していました。このように語られた、マッカラーコーチとの話し合いの積み重ねで、今季、大谷翔平選手は、昨季までのキャリアハイを大幅に更新する59盗塁、史上初50本塁打 &50 盗塁5-0、5-0達成を支えました。その驚異的な記録の裏には、マッカラーコーチの緻密な指導があったのです。 しかし、そんなコーチ自身はとても謙虚で、自分の功績ではなく大谷翔平選手の努力と才能を常に称えています。メディアの取材に応じたクレイトン、マッカラー氏は、パワーとスピードを兼ね備える選手だけが到達できる40、40クラブそして、交渉95キロという大谷翔平選手は史上最重量で、しかも50、50クラブを創設。なぜ大谷翔平選手が、 そのサイズで盗塁を重ねられたのか語っています。遺伝もあるだろう。大きくてパワフル。その上、状態、体型、走るための足をキープするために日々準備をしている。遺伝的な特徴と厳しいトレーニングをしているからだと思う。と、話し始めたッカラー氏は、大谷翔平選手についての話が止まりません。打者に宣言した大谷翔平選手が、春季キャンプから、走塁を鍛えていたことについて、 前年のリードの取り方を検証した。彼を知る目的もあった。走る時の体のポジショニングについても検証した。右足を引いて、体をもっとオープンにした場合はどうかその体勢で気類できるか走塁は前進するだけじゃない。戻る時も瞬時に早く走れなければならないので、細かく精査したんだよ。と、位から丁寧に大谷昌平選手の体について詳しく検証したことについて明かしていて、 記者から、盗塁を狙う際に、あなたたちが最も見ているのはどこなの投手配球保守の方と聞かれると、常に大谷翔平センスと共に話し合っている内容の一部について明かし、一つは時間だね。投手がセットし、そこに保守がサインを出す時間を加えて、投球するまでの平均時間を出す。その範囲内で、素早さなどを考慮して、投げるまでにかかる時間がわかる。 次に見るのは投手の癖だ。少しだけ後ろに下がるとか、体のどこか一箇所が先に動くとか、一緒に牽制のビデオを見ている時に発見したりする。このタイミングだと翔平が見つけることもあるし、逆に彼自身がそのタイミングに盗塁しない判断をすることもある。だから、すべてフィットすれば盗塁するし、そうでなければしない、と話し、 二人で一緒に相手の動きをビデオで確認し、大谷選手自らがロッカーの前で投手のモノマネをし、盗塁のタイミングを再確認していたこともあるといい、特に翔平は、ビデオを一緒に見て、いろんな角度から検証する、牽制する時の動きはもちろん、配球を見て比較したりね、翔平が集めた情報を、これは見たどう思うと私に見せることもよくある。昌平は、 私とは別のことを見ていて、言われるまでそのことには気づかなかった、ということも何度もあるんだ。いくつかの盗塁は私も彼の助けになっていると思うけど、翔平は、とても頭がいいから、彼がコンピューターを見てこれ見てよと我々に教えてくれることもあったんだよ、と、大谷翔平選手のセンスや頭の良さ、そして努力を称え、キャンプからリードの幅などをミリ単位で追求してきたと明かしていて、さらに、 最も重要なのは彼が投手の何を見て、それをどう感じるかだ。私が気づいたことを彼に伝えて、それに対して、しっくり来なければ、それまでだ。盗塁するのは彼なのだから。だから私はコーチというよりも、パートナーなんだ。昌平も、とてもオープンだし、積極的に関わろうとする性格なので、彼のことを知っていくのは楽しかった。初めて会ったのはキャンプだけど、共に過ごす時間が長くなり、 だんだんと深く知るようになった、コーチの垣根を越えた関係性を感じていたと、胸中を打ち明けていて、大谷翔平選手のオープンな性格は、とても接しやすく、史上最強で史上最高額契約のスーパースターであることを忘れてしまうほど、ラランクだったとサイフランクだったと言いますが、皆さんは二人のお互いを高め合うこの関係性について、どう感じていましたかマッカラ氏は、 二人の高齢だった、出塁後の頭をぶつけるヘッドバンプについては、何度か翔平が大きなヒットを打った時に、結構強いバンプをしてきたから、おいおい、ちょっと力を抜いていこうぜって言ったこともあるよ笑い。感情が高ぶっていたんだろうね、と思いでも語っていました。そんなマッカラー氏は球団を通じてこの度、マーリンズの新監督に就くことができて光栄です。この数週間は素晴らしいものだったが、今年、 最後に私や家族が新たな機会を得ることに興奮している。決断力、集中力、注意力を柱に、マーリンズをさらに前進させたい。と決意を語りつつ、大谷翔平選手との思い出については、ドジャースでの経験は私の財産です。翔平、大谷との関係は、私を成長させてくれました。マーリンズでも、若い選手たちと共に成長していきたいと思います。と、 新しい挑戦に向け、彼を育てたドジャースや選手たちへの感謝が込められていました。そんな彼の門でを祝い、大谷翔平選手からは特別な贈り物が届けられたそうです。それは、マーリンズのチームカラーに合わせたカスタムメイドのヘルメットで、内側には全てに感謝します。またぶつかりましょう。翔平というメッセージが刻まれていたとのこと。マッカラー氏は、このヘルメットは一生の宝物です。 小平、大谷との思い出は、新しい挑戦への大きな励みになります。と語り、マーリンズを必ず強いチームにします。小平、また対戦できる日を楽しみにしています。と返したマッカラー氏の言葉には、新たな挑戦の幕開けへの期待と決意が込められていました。そんな大谷選手は、マッカラー氏について次のように語っていました。本当に感謝しています。 僕の走塁を大きく改善してくれただけでなく、常に励ましの言葉をかけてくれました。特に相手投手の癖を細かく分析して教えてくれたおかげで、5-0、5-0を達成できたと思います。実際に、大谷選手の盗塁成功率は92.7%にまで引き上げられました。その成功が、確かに真っ赤らしの指導力を証明していますね。ドジャースの地元放送局スポーツネット LA のリポーター。 キルステン、ワトソンさんは、マイアミは偉大なコーチを手にした、寂しいけど、素晴らしいニュース、と席別メッセージを伝え、ロハス選手は、今まで私が接してきたコーチたちの中で最高の一人、だから嬉しい、品格のある人間で、品格のあるコーチだった、と、ベテラン選手にとっても、大きな存在であったことを明かしました。その手腕が認められてのマーリンズ監督就任です。 ドジャースにとっては痛手となりますが、マッカラーコーチにとっては重要なキャリアアップとなります。という言葉で積別したのかもしれません。デーブ、ロバーツ監督も、クレイトンは素晴らしいコーチでした。選手との信頼関係を築く才能は特別です。彼の人間性とプロフェッショナリズムがチームに大きな影響を与えました。マーリンズでも必ず成功すると確信しています。と伝えました。これらのメッセージは、 マッカラー氏がドジャースにとって、どれほど重要な存在であったかを物語っていますね。このニュースについて、ファンは、あまりむやみに相談しないことで知られる大谷が、総類について全面的に信頼して毎日アドバイスをもらっていたのに、それがなくなるというのは残念。マーリンズ戦は、メットつまんでペコリではなくて、ヘッドバンプしに行って、と言いたくなるくらい残念だけど、監督として結果を出せるよう応援します。 マーリンズは前監督のスキップ、シューマッカーも大谷や野球界の歴史に粋な計らいをした。新監督の目の付けどころもいいじゃないか、ドジャースの次に応援するよ、などとコメントしていました。皆さんはいかがでしょうかそんなマッカラー氏は今回、大谷翔平選手からサプライズプレゼントでお祝いされたわけですが、ロバーツ監督もあるプレゼントを首を長くして待っていますよね。 自身初のワールドシリーズ制覇を成し遂げた大谷翔平選手は今年5月の試合終了後の囲み取材でドジャースのデーブ・ロバーツ監督が持っていた日本出身選手としての球団史上最多本塁打記録を更新した際にポルシェのミニカーをプレゼントしたことを本人から明かされていましたね同インタビューで大谷選手は意図を聞かれ車が欲しいって言ってたのでと答えさらに記者から 本物のの車は買うんですかと問われると、ワールドシリーズに勝てたら考えます。と語っていました。このやりとりを覚えていたファンからは、ネット上に様々なコメントが寄せられ、ロバーツ監督にポルシェを送るのかなポルシェ側が先に動くのでは全世界で流れるニュースだけに、送らせてくださいって言っているかも。ポルシェのイベントに大谷が出て、 サプライズゲストに監督呼んで最後にサプライズで監督に車プレゼントって流れでどうなど盛り上がりを見せていましたが皆さんはこのポルシェプレゼントの展開をどのように予想しますか大谷選手はドジャース遺跡1年目にして悲願のワールドシリーズ制覇を達成し世界中の野球ファンを熱狂させました。しかし 優勝直後に多くの報道陣に囲まれる大谷選手が唯一フジテレビの取材を拒否する姿が報じられ大きな話題になりました。一体大谷選手はなぜフジテレビの取材だけを拒否したのか。そこで今回は大谷選手がフジテレビの取材を断った衝撃的な理由や元木大介氏の関係性をも怒らせたフジテレビの数々の問題。 そしてサバシア氏による日本のマスメディアの過剰報道に関する発言をご紹介します。10月31日日本時間にメジャーリーグワールドシリーズを制したロサンゼルス、ドジャースの選手やスタッフがグラウンドで歓喜する中で顔見知りの記者かそれともメディア対応をセッティングする球団関係者なのかその人物が大谷選手に声をかけた。そんな主役インタビューのためにカメラ横で待ち構えていた。 同じくドジャース、山本由信には取材ができていた元木大輔氏、そんな野球界の先輩が視界に入ったにもかかわらず、不快感をあらわにした表情で一列し、手で振り払う仕草を見せてはかかとを返したように見えた大谷、中井正宏、WS を全試合制フジテレビの特設スタジオでは、応援サポーターの中井正宏がしきりに、大谷選手のインタビューできるのかな、と、 こぼしていたように不安的中、大谷選手のインタビューに取り付けないまま放送を終えたのだった。実はこの時、テレビ画面には映っていなかったものの、現地取材に当たっていたクルーは4、5人ほどで、一時は近づいてきた大谷に向かってピンク色のニットを着た元騎士がこっちこっち、と大きく手を挙げて懸命にアピールしていた。 にもかかわらず答えなかった拒否反応を見る限り、NHK インタビュアーを務めた元北海道日本ハムファイターズ時代のチームメイト、大谷翔平、田中健介氏には笑顔で応じていたあたり、大谷、大谷のフジテレビに対する怒りは収まっていないように見えた。中飛元騎士は今年2月、アリゾナ州グレンデールで春季キャンプを行っていたドジャースを現地取材しています。 この時も山本選手にインタビューしており、その様子は藤野のスポーツ情報番組 S、パークで紹介されました。ですがその陰では、大谷選手のファンを中心に品質を買っていたのです。というのも元騎士は当時、自らのインスタグラムアカウントに大谷選手のものとおぼしき車の写真をアップ、車体のすぐそばに立ち、両手で紹介するようなポーズを決めていました。 許可を得て撮影していたのかどうかはわかりませんが、晒したらダメと元木さんの行為を諌めるファンもいました。批判が相次いだためか、ポストはすでに削除されています。以前元木氏は自身の YouTube チャンネル元木大輔チャンネルに動画を投稿し、その内容がドジャース、大谷翔平トーストの6年前の日はという内容でした。2018年、 米国で開催された12歳以下の選手による世界大会。元騎士が監督として率いた日本代表チームはこの大会で優勝した。そして、帰国する前の最終日、チームはエンゼルスの試合を観戦できる機会に恵まれ、元騎士は子供たちを連れて球場を訪れた。当時エンゼルスに所属していた大谷とは、ちょこっとお話できたといい。 こういうことで来ているんだと説明すると、ネットで見てました。優勝おめでとうございますと言ってくれたという。そして写真と会い,いと聞いてみると、いいですよ。その代わり子供たちだけにしてくださいねと快諾子供たちと一緒に集合写真に収まってくれたそうで、今の子供たち、すげえいい写真持ってんな、って思うよね。と懐かしいんだ。 さらに元騎士は目を輝かせながら写真を撮ってくれた子が今一人プロに行ったんですよってあの時はありがとう俺の顔を立ててくれてっていうのを言いたいと話していた大谷翔平選手2024年5月園大谷翔平選手ロサンゼルス ドジャースの大谷翔平選手が、ロサンゼルス近郊に約12億円785万ドルの邸宅を購入したことが報じられました。大谷翔平選手これを受け、フジテレビと日本テレビはの合邸大谷選手の心境を特定できるような報道を行いました。具体的には、空撮映像や自宅前からのレポート、近隣住民へのインタビューなどを放送し、 邸宅の詳細な情報を伝えましたこれらの報道に対し、大谷選手側はプライバシーの侵害として強い不満を示しました。その結果、フジテレビと日本テレビの取材パスが凍結されたと報じられ、多くのファンも両局の報道姿勢に不快感を表明しました。批判を受け、フジテレビは7月3日の LIV、NEWS It。え、MC の青井実るアナウンサーが、 大谷センスとそのご家族、代理人をはじめとする関係者の皆さんにご迷惑をおかけし、お詫び申し上げますと謝罪しました。さらに、7月5日の定例会見で、港孝一社長が、大谷センスとそのご家族、関係者にご迷惑をおかけして大変申し訳ないと改めて謝罪しました。また、取材パスの凍結については、パスを失った事実はなく、 適切な取材を心がけながら現在も取材を続けていると説明しました。一方、日本テレビも7月29日の定例社長会見で、石澤あらは社長が、大谷センスとご家族にご心配、ご迷惑をかけて申し訳ないと謝罪し、取材パスの凍結については、取材やオンエアに支障が出ていることは全くございませんと述べました。2024年10月、 フジテレビは日本野球機構 NPB から日本シリーズの取材パスを剥奪されるという異例の処置を受けました。この措置の背景には、フジテレビの放送方針が日本シリーズの価値を損なうものとして NPB に受け止められたことがあります。 富士テレビが日本シリーズの第1戦と第2戦が行われる時間帯に、ワールドシリーズ WS のダイジェスト番組を編成して放送したことが問題視されました。NPB 側の立場としては、日本一を決める日本シリーズが開催されている時間帯に、わざわざ海外の試合である WS の特集を組むことは、 日本プロ野球の重要イベントの価値を軽視する行為だと判断しました。NPB の幹部は、日本一を決める大切な試合と同じ時間に、あえてワールドシリーズを放送するのは配慮を欠いているとし、国内ファンの興味が MLB に向くことで日本シリーズの視聴率が低下することを懸念していました。このため、NPB はフジテレビに対し、取材活動の規制措置を講じることを決定したのです。 これに対し、フジテレビ社内では NPB の措置について反発の声も上がりました。一部の関係者は、ワールドシリーズは大谷選手をはじめとする日本人選手の活躍が注目されており、ファンの関心も高い、それを理由に取材パスを剥奪されるのは不当だと考えているようです。また、NPB の対応は、 大谷選手や MLB に対する嫉妬や競争意識から来ているのではないかとの声もあり、NPB 側の判断を疑問視する声も聞かれました。第3戦。しかしながら、取材活動を続けるため、フジテレビは第3戦以降、系列局であるテレビ西日本 TNC を通じて取材を継続しました。これにより、フジテレビ自体の取材活動は制限されつつも、間接的に取材内容を補完し、 報道を続ける手段を模索しました。さらに、この件はメディアの編成権と主催者の意向がどこまで干渉し合うべきかという議論を巻き起こしています。日本シリーズの視聴率やスポンサーへの影響を懸念した NPB の対応には一定の理解もありますが、放送内容をテレビ局が自由に編成することもメディアの権利です。指揮者の中には、放送の内容に対して取材許可の剥奪で制限をかけることは、 越っ、行為であり、メディアの独立性が損なわれると批判する意見もありました。放送局の編成権に干渉する形での取材規制は、報道の自由を侵害する可能性があるとする声が広がっています。この一連の出来事は、メディアとスポーツ主催者の関係のあり方についての課題を浮き彫りにし、今後の日本プロ野球とメディアの関係に新たな課題を投げかけるものとなっています。さて、 日本メディアの大谷選手のプライベート過剰報道について、いち早く反応を示したのは、通算251勝を誇り、MLB を代表する名サワン、CC サバシア氏です。サバシア氏は米メディアのライブ配信で、日本のメディアの過剰な取材について、怒りをあらわにしました。これでまた大谷が日本のメディアから注目されているが、正直に言って、もう限界だ。章平は、 フィールド上での信じられないパフォーマンスと人間としての謙虚さと誠実さでファンから尊敬されている。そして、ワールドシリーズの後に何よりも静かに感動を味わう時間を欲していたはずだ。でも、日本のメディアはその瞬間さえ奪おうとした。翔平のプライバシーが尊重されていないことに、心底怒りを覚える。彼がどれだけ努力してきたか、どれだけ彼が自分のすべてを捧げているかを知るだけに、 そのような無神経な行動がどれほど、将兵を苦しめているか想像に固くない。大谷はプレイヤーである以前に、一人の人間であり、特にプライベートな生活を尊重される権利がある。日本のマスメディアがインタビューを試みるのもわかるが、それを日本のテレビ局が過去に言った不適切な報道とつなげてしまうと、どうしても許せない気持ちが湧いてくる。僕は MLB で長い間プレイしてきたが、 アメリカのメディアも時に過剰報道する。しかし、大谷が日本で経験しているようなレベルの必要さや、プライバシー侵害にまで踏み込むことは稀だ。大谷がこれまでどれだけ日本のファンとメディ、大谷センスとご家族にご心配、ご迷惑をかけて申し訳ないと謝罪し、取材パスの凍結については、取材やオンエアに支障が出ていることは全くございませんと述べました。2024年10月、 フジテレビは日本野球機構 NPB から日本シリーズの取材パスを剥奪されるという異例の処置を受けました。この措置の背景にはフジテレビの放送方針が日本シリーズの価値を損なうものとして NPB に受け止められたことがあります。フジテレビが日本シリーズの第1戦と第2戦が行われる時間帯に ワールドシリーズ WS のダイジェスト番組を編成して放送したことが問題視されました。NPB 側の立場としては、日本一を決める日本シリーズが開催されている時間帯に、わざわざ海外の試合である WS の特集を組むことは、日本プロ野球の重要イベントの価値を軽視する行為だと判断しました。NPB の幹部は、日本一を決める大切な試合と同じ時間に、 あえてワールドシリーズを放送するのは配慮を欠いているとし、国内ファンの興味が MLB に向くことで日本シリーズの視聴率が低下することを懸念していました。このため、NPB はフジテレビに対し、取材活動の規制措置を講じることを決定したのです。これに対し、 フジテレビ社内では NPB の措置について反発の声も上がりました。一部の関係者は、ワールドシリーズは大谷選手をはじめとする日本人選手の活躍が注目されており、ファンの関心も高い、それを理由に取材パスを剥奪されるのは不当だと考えているようです。 また、NPB の対応は、大谷選手や MLB に対する嫉妬や競争意識から来ているのではないかとの声もあり、NPB 側の判断を疑問視する声も聞かれました。第3戦。しかしながら、取材活動を続けるため、フジテレビは第3戦以降、系列局であるテレビ西日本 TNC を通じて取材を継続しました。これにより、フジテレビ自体の取材活動は制限されつつも、 間接的に取材内容を補完し、報道を続ける手段を模索しました。さらに、この件はメディアの編成権と主催者の意向がどこまで干渉し合うべきかという議論を巻き起こしています。日本シリーズの視聴率やスポンサーへの影響を懸念した NPB の対応には一定の理解もありますが、放送内容をテレビ局が自由に編成することもメディアの権利です。指揮者の中には、 放送の内容に対して取材許可の剥奪で制限をかけることは、越権行為であり、メディアの独立性が損なわれると批判する意見もありました。放送局の編成権に干渉する形での取材規制は、報道の自由を侵害する可能性があるとする声が広がっています。この一連の出来事は、メディアとスポーツ主催者の関係のあり方についての課題を浮き彫りにし、 今後の日本プロ野球とメディアの関係に新たな課題を投げかけるものとなっています。さて、日本メディアの大谷選手のプライベート過剰報道について、いち早く反応を示したのは、通算251勝を誇り、MLB を代表する名サワン、CC サバシア氏です。サバシア氏は米メディアのライブ配信で、日本のメディアの過剰な取材について、怒りをあらわにしました。 これでまた大谷が日本のメディアから注目されているが、正直に言って、もう限界だ。昌平は、フィールド上での信じられないパフォーマンスと、人間としての謙虚さと誠実さでファンから尊敬されている。そして、ワールドシリーズの後に、何よりも静かに感動を味わう時間を欲していたはずだ。でも、日本のメディアはその瞬間さえ奪おうとした。昌平のプライバシーが尊重されていないことに、 心底怒りを覚える。彼がどれだけ努力してきたか、どれだけ彼が自分のすべてを捧げているかを知るだけに、そのような無神経な行動がどれほど将兵を苦しめているか想像に難くない。大谷はプレイヤーである以前に、一人の人間であり、特にプライベートな生活を尊重される権利がある。日本のマスメディアがインタビューを試みるのもわかるが、それを日本のテレビ局が過去に言った不適切な報道とつなげてしまうと、 どうしても許せない気持ちが湧いてくる。僕は MLB で長い間プレイしてきたが、アメリカのメディアも時に過剰報道する。しかし、大谷が日本で経験しているようなレベルの必要さやプライバシー侵害にまで踏み込むことは稀だ。大谷がこれまでどれだけ日本のファンとメディアに答えてきたかを考えれば、彼が今回のインタビューを断ったことには正当な理由があるだが今回のインタビュー、日本のテレビ局やその他のメディアは、 その背景を理解し、彼のプライバシーを最低限守らないといけない。このような状況が続けば、大谷の心の負担は増え続け、将来的には彼がメディアに対して全く口を閉ざすことになりかねない。僕は彼のことを心配しているし、日本のメディアが彼に少しでも安らぎを与えられるよう、取材に対する態度を見直すことを強く求めたい。将兵が世界中のファンに愛されていることを忘れないでほしい。 そして、ファンは、彼の本当の姿を尊重し、過度な追いかけではなく、応援する気持ちを持って彼に接してほしい。将兵が受けた扱いは、人としての尊厳を犯すものだ。メディアは、一人の人間として彼を見つめ、その人生を尊重してほしいと心から思う。いかがだったでしょうか今回の出来事で、大谷選手のプライバシーと、メディアの取材方法について多くの課題が浮き彫りになりました。 世界中から注目を集める彼ですが、同時に一人の人間としての尊厳や静かな時間が尊重されるべきです。フジテレビによる一連の行動が、なぜこれほどまでに大谷選手の反感を招いたのかを考えると、我々ファンやメディアが取材や報道のあり方について見直すべき点もあると感じさせられます。また、サバシア氏のコメントにもあるように、敬意を持ってアスリートに接することが重要です。 報道は彼の功績を伝えるためのものであり、プライベートを侵害するものではないはずです。今後も、大谷選手がプレーに集中できるよう、ファンやメディアもその距離感を大切にし、この記事皆さんはどう思われました